ございます。なんか珍しい組み合わせでですね、これ何の話をしたらいいのか僕は結構緊張してるんですが、いや、これ今日ね、京セラドーム大阪っていうところでちょっと一回話していいですか。いや、何でも何でも、あのね、よく行ってはるじゃないですか、みんなの仲間で、あの、僕ら野球観戦で、野球観戦で行ってるじゃないですか、実はあそこの上でプロレスができる会場があるの。なんとかホールで、そう、スカイホールっていうのがあってですね、あそここうスカイホールって7階にあるんですよ。ずっとエスカレーション、あれどっから入り口か分からないんで、ね、南郷門っていうか分からないんですけど、イオンの前からずっと上がっていくじゃないですか、はい、ほな正面にあの入り口あるじゃないですか、 あのドームの、はい、その横にエスカレーターあるんですよ。7階まで直通のエレベーターがある、エスカレーターがあるんですよ。そこを登っていったら、うん、ちょうどドームのこういうところあるじゃないですか、この周り、まあ、こうドームがなんか新地のお姉ちゃんって頭してますよね。こんな感じになってるところにあるんです。え、そのグニャグニャの中にある。そう、だからこうカーブのところにホールがあるから、うん、こんな感じで こういう感じのところにホールがあるんで、まっすぐじゃないですよ。使い勝手悪いでしょ、プロレス。悪いんですよ。でも結構安くて、で意外と場所が取れるんで、うん、何回かやったことあるんです、あそこで。そう、でもあのエスカレーターが1本しかないんですよ、うん、続く、うん、いや、じゃなしにですね、一方通行なんですよ。上一回上がったら試合興行が終わって、あの、それを僕らがバチンって逆回転にしてへんかったら降りれない。それええやん。なんか閉じ込まるんですよ、あそこで。そんなことありますぜやけど。ゴキブリホルホみたいな。そう、だからあのね、なんか買い忘れたって言ってもあそこの設営めっちゃ気使うんですよ。あの、なんかこうテープ、養生テープ忘れたって言っても、もう取りに行けないんですよ。えげつないホールがあって、たまにあの正直もね、ちょっと設計ミス的なもんなのかな。あれね、でも僕らが借りるのが半分やから1本しかないと思うんですけど、例えばなんかあのスキーのウェアとかを持ってるやつ、あれは多分全部借りはるから2本あると思うんですね、こっちとこっちで。だからこう行って出てはできるんですけど、僕らそっから向こうに入れないんで、こっち半分しか借りてないから、だから1本しかないんですよ。ちょっと使い勝手悪い、ね、使い勝手悪いですね。それとね、僕思うのが、あの結構僕らだけ見に行った時に、勘はダメですなんやって厳しいじゃないですか、うんうんうん、おたくとこの子で火つこたり、はい、蛍光灯振り回したりするわけでしょ。 あんなの許可を下りない。あのね、あの工業はまだやってないんですよ。僕どこの団体としてはまだちゃんと使ったことないんですよ。あのよその団体で行くお手伝いとかで使ったことはあるんですけど、はいはい、やりにくいのはやりにくいなって。それ缶とか瓶あかんのに、そうはむちゃくちゃやもん。でも球場内じゃないから大丈夫やと思います。でもまあ大きい意味でルール一緒ちゃうかなみたいな感じるじゃないですか。でも缶も瓶も使いませんけどね、僕ら蛍光灯とか、それ以上やちょっと怖いな。ほんで、あの僕どこのチビが京セラドーム行くのに、はい、あのスマホでこう探しよったんですよ。この夏休みにちょっとこっち来てて、うん、ほんであのお父さん京セラドーム行こうと思ってんねんけど、はい、野球見いいですか、ほんまに、うん、お行っといて行っといてって言って、ほんでただその日俺行かれへんから自分で行って行けるやろって、うん、京阪電車乗って、ほんならスマホで調べよったんですよ。さあ京セラドームまで結構かかるなって言うから、うん、何分ぐらいかかるって森口から、でも対象やと思って、うん、それか最悪もうあの鶴見六線で行ったらええやんかって言って、30分か40分かかんのって言ったら、ね、いや1時間45分って書いてあるねんけど、えどういうルートやねんってなって、うん、たまにアホしおるじゃないですか、スマホ。ああ言うたら機械やからね、機械やからアホしおるじゃないですか、はいはい、ほんならあの要は僕どこ最寄り駅が西山荘なんですよ、はい、で西山荘で入れよったんですよ。ほんでその下が京セラで入れよったんですよ、うん、ほんならね、近江鉄道って滋賀県に、わかります、近江鉄道ってあるんです。彦根と貴生川と近江八幡を結んでるローカル線、超ローカル線があって、新幹線が見えるよね。新幹線がたまにあの2両編成か1両編成のあれじゃないですか。ほんなら京セラ前っていう駅があるんですよ、近江鉄道の。またうまいことあるんですよ、四日市の隣の駅に。ほんならそこやなと、あれ俺がチェックしてへんかったら俺のチビは行ってるかもしれない。絶対近江鉄道まで乗って行ってますね。あれ行かなあかんで、やっぱり行かな、行っといてほしかったんですけど、行ってほしかったんですけど、野球やってへんやってへんっていうか、うん、ほんでね、それがたまたま僕この前夜中の10チャンネルのテレビを見てたら、うん、あの
フットボールアワーの人がこう、うん、MC やってて、うん、ちょっと失敗した人のがおるかどうかの検証番組でそれやってたんですよ、うん、そのロケは京セラ前駅でもう田んぼの真ん中に駅が1個ポツンとあって、うん、コンビニが1軒ポツンとある、うん、何にもないもうほんま一面田んぼの真ん中の駅のところでロケしてはったんですよ、うん、で俺そんなやつおるかいと思いながら自分の子供やったよって思いながらやったんですけど、その日は嵐のコンサートの日やったらしくて、京セラドームが、はい、京セラドームで、うん、ほんなら絶対京セラ前駅では降りなさそうな親子と、うん、超若いお姉ちゃんが降りてきはったんですよ。ほんまに行ってはったんですよね、京セラ前にほんまに行かはった人が。それは文句誰にも言えない、言えないですよ ね。あれだから検索めっちゃ難しいですよね。あれ京セラドームはなんて言う駅なんですか、あれは、京セラ大正、いや、なんか長い名前ついてる、ね、千代崎、ドーム前千代崎、ドーム前千代崎ですよ。でもその横浜の人とかそんな岐阜の人がドーム前って知らへんでしょ、うん、絶対調べるっていうか検索入れたら京セラって入れますよね。京セラって入れて、あれ大変ですよ、京セラって入れたら近江鉄道載せられますよ。これ見てあの Google そうそうそう Google のマップの人がちゃんと改善してくれる、もうそれしてくれるダメですわ、うん。